キンバリー・カーダシアン・ウェストは、アメリカ合衆国のソーシャライト、リアリティ番組、パーソナリティ、モデル、女優。アルメニアに隣接するトルコ東部の農村地帯の、カルス県にルーツを持つアルメニア系の父ロバート、カーダシアンとスコットランド・オランダ系の母、クリス・ジェンナーとの間に生まれる。1989年に、両親は離婚し、母クリスは1991年に、 オリンピック選手のケイトリー・ジェンナーと再婚した。父ロバートは2003年9月30日に他界した。姉妹に、コートニー・カーダシアンとクロエ・カーダシアン、弟に、ロブ・カーダシアンがいる。義兄弟にバートン、ブランド、ブロディ・ジェンナー、義子に、ケイシー、イフ妹に、ケンダル・ジェンナー、カイリー・ジェンナーがいる。OJ ・シンプソンは、キムの名付け親である。 高校に通っている間、父が経営する音楽マーケティング会社ムービーチューンズで働いた。最初、パリス・ヒルトンの友人とスタイリストとしてメディアの注目を集めたが、2007年に元恋人レイ・ジェイトのセックステープが流出したことで、広く認知されるようになった。2007年に彼女と家族に密着したリアリティ番組、カーダシアン家の お騒がせセレブライフが放送されると人気を博し、シリーズ化された。また、いくつかのスピンオフ番組も制作された。これ以降、彼女の私生活は広範囲にわたって、メディアに取り上げられるようになった。カーダ・シュアン家の2010年の所得は600万ドルで、他の、どのリアリティ番組スターよりも高かった。そのうちの10%を事前活動として寄付した。 最初のメディア出演は、テレビ番組、シリーズ、ビヨンドザ・ブレイクであった。2008年に、カルメン・エレクトラとバネッサ・ミ・ニーロと一緒に、パロディ映画、ディザスター・ムービー、おばかは地球を救うに主演した。コメディ番組、ママと恋に落ちるまでの、ベネフィッツというエピソードに出演した。キムは、テレビ出演の傍ら、モデルとして、多くの小さな仕事をした。 2007年10月号、プレイボーイの表紙を飾り、ヌードを披露している。2008年2月にボンゴジーンズはキムが、ブランドの新しい顔になると発表した。トラビス・バーカーのフェーマススターズストラップスのモデルも務める。カーダシアン家に密着した、リアリティ番組、キーピング、アップウィズ・ザ・カーダ社に出演している。2008年5月2日に、 トレーナーのキャシー・ケーラーと共にトレーニング DVD を発売。2009年11月4日に CBS のテレビドラマ CSI ニューヨークの第6シーズンにバネッサ・ミニーロと共にゲスト出演することを TVGUIDE.com が報じた。二人は殺人事件へと発展した陰謀を仕組んだ女性役を演じた。2016年には ファッション雑誌、ボーグが彼女を、大衆文化現象と呼んだ。最も高級取りなリアリティ番組スターの一人であり、総所得は5300万ドルを超える。近年、影響力のある、オンラインおよびソーシャルメディアであるツイッターや、インスタグラムで、数千万人のフォロワーを獲得している。2016年現在、彼女はインスタグラムで最も多くのフォロワー数を持つ、人物の一人である。 キムはダンシング・ウィズ・ザ・スターズ第7シリーズの参加者13人のうちの1人であった。キムはマーク・バラスとペアを組んだ。2008年9月30日に番組から審査を受ける3人目の参加者であった。最終的に11位で終わっている。カーダシアンは友人であるジョナ・サン・チェバンとサイモン・ハックの PR 会社と共に短編ドキュメンタリー スピンダストリーをプロデュースしている。シュガーファクトリー社が発売する高級棒付きキャンディのプロモーション活動に密着した内容である。2008年7月にカーダシアンは自身のブログで2009年に発売される彼女自身の香水の制作に取り組んでいることを発表した。出来上がった香水キムカーダシアンは2010年2月に発売が開始された。 カーダシアンは、姉妹のコートニーとクロエと共に、衣類ブティック、ダッシュを共同所有している。強制下着ブランド2019年6月25日に、自らの強制下着ブランド、着物を発表。着物 .com というドメインを登録済みであり、さらには着物の商標登録を申請したことも報じられたことから、日本文化の登用。 侮辱であると非難を浴びた。ネット上では、キム・カーダシアンを批判する、着物というハッシュタグが誕生し、抗議運動で使用されるようになった。カーダシアンは27日のニューヨークタイムズで、日本の文化における着物の重要性を理解し、深い尊敬の念を抱いているとしながら、強制下着ブランド名の変更の意向はないと、表明した。6月28日には、 着物文化のユネスコ無形文化遺産への登録を目指す取り組みを行っている京都市長の角川大作がカーダシアン宛てに抗議の書簡を送付することを公表した。さらに、同日、経済産業大臣の世耕弘ヒは自身のツイッターで着物は日本が世界に誇る文化です。しっかりと審査してくれるようアメリカ特許商標庁にも話をしたいと思いますと述べた。 7月1日、カーダシアンは一転して、慎重に考え、検討した結果、新しい名前で、私のソリューションウェアブランドを立ち上げることにしましたと、発表し、着物の名称を撤回することとなった。8月26日、ブランド名をスキムズに変更すると発表した。2019年、弁護士を目指して勉強中だと、インタビューで語った。 2021年5月、ベビーバーと呼ばれる予備試験に落ちたことを告白した。同年12月、4度目の挑戦でベビーバーに合格した。2000年にアンダードッグスのデーモン・トーマスと結婚するも2004年に離婚。2007年に R&B 歌手ェ J との交際が明らかになったが、同年、彼と撮影したセックステープを販売しようとした。 ビビッドエンターテイメント社を訴えた。後に同社が500万ドルの和解金を払い訴訟を取り下げた。その後、NFL 選手のレジー・ブッシュ、ダラスカウ・ボーイズの W.R. マイルス・オースティン、モデルのガブリエル・オーブリーなどと交際。2010年12月より、ニュージャージー・ネッツ所属の NBA 選手、クリス・ハンフリーズと交際、2011年5月18日に、 ハンフリーズと婚約、同年8月20日にカリフォルニア州で結婚。結婚から72日目の10月31日、妥協しがたいそうよ理由に裁判所に離婚を申請。2013年、歌手のカニエ・ウェストと婚約。サンフランシスコの AT&T パークを貸し切り、友人や家族を招待し、盛大に婚約を祝うパーティーを行った。また、 2014年5月25日にイタリアのフィレンツェで招待客200名を超す盛大な結婚式を行った。メディアにおいて二人は合わせて君へと呼ばれる。2015年雑誌タイムは最も有力な100人を選出する高齢企画タイム100に二人を選出した。2013年第一子となる女児を出産しノースウェストと名付ける。 この最初の出産の時に、歯間前症になり、出産が予定日よりも6週間早まったという。2015年12月5日、第二子となる男児を出産。この2度目の出産の時に癒着胎盤のため困難を極め、これ以上の妊娠は危険と、ドクターストップがかかってしまった。それでも、妊娠しやすい子宮にしたいと手術を受けたが成功せず、キムは、 カニエと相談しついに代理母に妊娠、出産を依頼した。2018年1月15日に第三子となる女ジ児ジが誕生している。2020年にカニエが大統領選挙に出馬、キムはこれについて双極性障害を患う、カニエが躁状態の時に起こったことであると説明している。その後、 7月19日の選挙集会の演説で、キムが長女を妊娠した時に中絶を望んだことと話しながら涙を流したり、また奴隷解放、女性解放運動家のハリエット・タブマンについて、彼女は実際には奴隷を解放したことはなかった。奴隷を別の白人のところへ働きに行かせただけだ、などと取り留めもなく話しているカニへの姿が SNS で拡散された。 同月22日に、キムは、カニエが精神を患っているための不安定な行動であるため、メディアや社会に思いやりと共感を示してほしいとコメントしている。しかし、同年11月の大統領選挙で落選したカニエが次期大統領選任意欲を示している状況などから、キムが結婚生活を終わらせるべく弁護士を雇ったことが2021年1月に、 報じられた。2月19日、キムは、ロサンゼルス軍上級裁判所に、カニエとの離婚を申請した。離婚届には、両者の、和解しがたい不和への言及があり、資産に関する婚前契約についての記載があったと、いう。4人の子供については、共同親権を求めている。2021年1月、離婚について協議中であると CNN が報道。 2021年2月、離婚届を提出。同年12月、離婚成立前の法的独身認定を裁判所に求めた。ありがとうございます。